オーケー、情報をまとめましょう。まずは床に残った白い粉ね。イエス、その麻薬は戸棚の裏に開いた穴から部屋の床へ続いていた。穴の中にも床に散ったものと同じ粉が付着していたということは。That's exactly。 しかし穴の中に麻薬はなかったわ。床に残された麻薬についていたのは消防隊、警官、そして私の足跡。これらの足跡にはある共通点がある。それは Excellent。 その通りよ。つまり火災発生前の足跡はないわ。このことからは麻薬が床に撒かれた時期を推察することができる。それは？Yes。 さらに言うなら、この部屋の住人がもう動かなくなった後だ。つまりそれは被害者の殺害から火災発生までの間を表すことになる。でもなぜ麻薬が床に撒かれたのかしら。そうね、誰かが壁の穴から麻薬を運び出した時にこぼれたんだわ。被害者は殺され、何者かによってその持ち物である麻薬が持ち去られた。事件の状況が読めてきたわね。でもまだ確証がない。次のステップに進む時期が来たようね。E2 ボーイに相談してみましょう。ああ、君島博士、やはり他殺で確定ですか。情報が早いのね、E2 ボーイ。盗み聞きでもしていたのかしら。え、いや、そのいいわ、あなたたちの考えることなんて全部お見通しよ。そういえば新しい道具を調達してきましたよ。今回はルミノール試薬です。効果の説明が必要ですか。うん。過酸化水素水に炭素、水素、酸素、窒素を加えた薬品ね。ヘモグロビンに反応して発光するため、託された血行の発見などに有効。他にご質問は？いえ、ありません。グッ。怪しい場所に吹きつけて ALS を照射すればいいのね。早速現場で使ってみるわ。ありがとう、リトゥーボーイ。これはドアノブを固定するネジに血液反応が出ている。それにこのネジはだいぶ緩んでいるのね。そういえば火災が発生した時この部屋は密室だったわ。何か関係があるのかしら。ここにも出血痕があったのね。これも被害者の出血痕だとすれば、他の情報と組み合わせられそう。これはシーリングファンの軸にロープが巻きついている。
しかもこれは間違いなく血痕だわ。君島博士、お待たせしました。例の燃えかすの分析結果がラボからこちらへ回ってきましたよ。結論から言うと、あの燃えかすからは水酸化カルシウムが検出されています。水酸化カルシウム、消石灰のこと？ええ、他に少量の酸化カルシウムも検出されています。酸化カルシウムは水と反応した場合高い熱を発する物質ですので。なるほど、つまりこれが。はい、そうだと思います。ですが、変ですよね。火がつけたいなら、他にいくらでも手頃な可燃物があると思うんですが。そうね。おそらく何か理由があったはず。それを調べるのが私たちの役目でしょう。そうね。この2つの情報は1つにまとめることができるわ。シーリングファンの故障は巻きついたロープが原因とみて間違いはない。本当の問題はなぜあんな場所にロープが巻きついていたのか。君島博士、ネジに付着していた血液ですが、被害者であるデニス・テイラーのものと DNA が一致しました。なぜデニスの血液があんな場所についていたんでしょうね。単純なことよ。つまり、そう、被害者の殺害に使われた凶器がネジに触れたからでしょうね。凶器がですか？しかしそうだとすれば。そう、ネジに触れる機械を持ち被害者を殺害可能な凶器は。イエス、ドライバーだわ。おそらくこのネジを回すために使ったのね。なるほど、それならネジに被害者の血液が残りますね。リテューボーイ、現場の状況をよく思い出してみなさい。確かに現場は密室だったわ。でも玄関の鍵はどうなっていたかしら。そうね、ドアチェーンはかかっていたけれどドアはロックされていなかった。あの、すみませんが、チェーンのかかった状態でドアが開く幅は15センチですよ。近所の悪ガキだって容易に抜けられるとは思えません。注意散漫ね。頭を柔らかくして考えなさい。いいかしら。つまり、この緩んだネジが全てを物語っているわ。このネジを外せばドアノブの装飾をノブを中心に回転させることができる。装飾の長さはおよそ20センチ、つまり扉は35センチも開くのよ。もう一度聞くけれど、あなたはそんなに恰幅がいいのかしら。ああ、そうですね、十分に抜けられると思います。なるほど、部屋の外へ出た後外からネジを戻したというわけですね。 That's exactly。 おそらくそれが正解よ。でも外からの作業は丸見えよ。さぞかし急いだのでしょうね。犯人はネジを締め切ることができずにそのまま立ち去ってしまった。
確かに。これで密室の謎は解けましたね。でもこれは犯人の存在を明かすヒントにはならないわね。もっと詳しく状況を調べる必要があるわ。これは血痕ですね。ちょっと待ってくださいと。今計算してみたんですが、出血量はおよそ 800ml 程度ですね。成人男性が死に至る出血量はおよそ 1500ml だ。つまり迂闊だ。そうね、出血の致死量には個体差があるし、何より確証とは言い難い。今はまだ不自然だという程度にとどまるかしら。そうね、被害者の部屋には2つの血痕が残されていたわ。ではその2つのうち古い血痕はどちらかしら。It's true。 死体が歩いたのでない限りね。おそらく被害者は1つ目の血痕が残った場所で殺され、その後犯人の手でベッドへと運ばれている。ベッドに残った血液の量が少なかったこともこれで納得できる。火災の発生箇所は倒れたテーブルの付近ね。そして火元の床からは水酸化カルシウムが検出された。水酸化カルシウムは酸化カルシウムと水の化学反応によって作られるわ。この時同時に発生するのは、そう、酸化カルシウムは1モルにつき65キロジュールもの水和熱を発するわ。犯人はこれを利用して被害者の部屋に火災を起こしたの。まずはテーブルの上に水の入ったグラスを立てておき、グラスの足元には酸化カルシウムの粉末をまく。テーブルが倒れてこの2つが交われば水和熱による火災が発生するわ。だけど火災を起こすためになぜこんな手の込んだことをしたのかしら。そうね、ただ火災を起こしたいだけなら自分で火を放てばいいだけのこと。でも犯人は火災の発生までいくらかの時間を稼ぐ必要があった。そこで犯人は2つの道具を使うことを思いついたの。それは、そう、シーリングファンとロープを使ったトリックね。犯人はファンの軸にロープを巻き、その先端をテーブルの足に巻きつけたわ。セットされたタイマーが作動し、ファンが回ればロープは巻き上げられて、水と酸化カルシウムの乗せられたテーブルをひっくり返す。でもここには根本的に大きな疑問が残る。なぜ犯人は部屋に火を放つ必要があったのか。それもこんなに大掛かりなからくりを仕組んでまでね。その目的とは、That's true。 その通りね。被害者の遺体に可燃物がかけられていなかったことから考えて、証拠隠滅や遺体の処分が犯人の目的じゃない。むしろ騒ぎを起こして住人や警察に遺体を見つけさせようとしたのよ。ではそれは一体なぜかしら。そうね、火災によって周囲が事件に気づく時刻をずらすことで捜査の目を自分の存在から遠ざけようと企んだの。簡単よね。だってこの仕掛けを使えば自分が現場を去った数時間後に火災を起こすことだってできるんだから。
これがこの火災に隠された秘密のすべてだわ。そう、実はこの2つの情報に重大な事実が隠されているわね。完全に止血されていて全くわからなかったけれど、これはあざなんかじゃない、何かで刺された跡だ。そしておそらくこの花のような形は、集中しなさい。イエス、その通りね。そしてそれは、塚が体に跡を残すほど深く凶器を差し込まれた動かぬ証拠となる。そうね、この2つは確かに1つの事実を物語っているわ。あざの場所から考えて、ドライバーの先端は確実にデニスの肺を貫いている。そうなれば肺は破れ、肺気腫を起こして被害者は窒息する。遺体の目に天井出血が見られたのはこのせいだったのね。少しずつ事件当日に何があったのか見え始めてきたわね。そうね、この2つからは殺害の状況を知ることができる。事件当日、被害者の部屋を訪れた犯人は被害者の右胸に凶器を突き立てた。その時使用した凶器とは、そう、ドライバーは被害者の肺を突き破り、彼に肺気腫を起こさせた。肺の機能不全による呼吸障害、つまり被害者の死因は、そして犯人は動かなくなった被害者をベッドへ移動させた。その理由とは、おそらく、ザ・トゥルー、そして自殺に見せかける細工を施した。これがこの情報からわかる殺害時の流れだ。確かにこれらの情報は被害者の情報であることに違いはないのだけれど、なぜかしら大きな違和感を感じるわね。そうね、一目見る限りではとても同じ人物に関する情報とは思えない。麻薬を密売し人生を謳歌する悪人が、一方では自殺するほど落ち込んでいた。どちらかの情報が嘘か、または彼の裏の商売で何かあったということ。いずれにしても客観的な事実は彼が麻薬の密売人だったことだけね。少し妙だ、ここにはあるべきものがない。だってそうでしょ、側腹部の痣が本当の死因なら。そう、この服にはドライバーが貫通した穴と血痕がついているはずだ。you
そうね。この2つの情報から何か見えてくることがありそうだわ。被害者の友人の証言によれば、事件直前の彼の服装は、そう、ポートランドジャックスの赤い T シャツだったはずだわ。でも遺体となって発見された彼が着ていた服は、イエス、白いワイシャツだったわ。つまり事件の前後で着衣が変わっている。バーキ、これだけなら彼が自ら着替えた可能性もあるわ。しかしそれでは説明のつかないことがもう一つ残ってしまう。その通りね。遺体にあった外傷と着衣の損傷箇所が一致しないの。これが表す事実は一つ。それは、そう、犯人は被害者を殺害後着衣を脱がせ着替えさせているわ。そしてその目的は、おそらく本当の傷口を隠して手首の傷を死因だと思わせるため。つまり被害者の遺留品そのものが犯人の偽装だったというわけね。なるほど、この2つはつながるわね。指の骨折には生活反応がなかった、つまり死後に損傷したということ。さらに犯人が被害者の衣服を死後に着替えさせていることを考えると、そう、犯人は無理に上着を着させて遺体の指を折ってしまったんだ。君島博士、捜査の進展はいかがですか？オールモアス、偽装は暴いたわ。まだ完全ではないけれどね。なるほど、まだ犯人逮捕とはいきませんか。ええ、何か犯人を特定できる決定的な証拠が必要よ。決定的な証拠ですか。現場から指紋が出れば確実ですが、当局の捜査で部屋から発見されたのは被害者本人の指紋だけです。そうでしょう。これだけ用心深い犯人だもの、おそらく手袋か何かをつけて犯行に及んでいるはずよ。何か犯人が触れた可能性があるものはないものでしょうか。わざわざ手袋を外して、なかなか難しいわね。そうですね、証拠としては硬くて艶やかな無機物が理想です。大きさは小さくても構わないのですが。現場以外で調べられるのは遺体と遺留品ね。犯人が触れるようなものがその中にあったかしら。とにかく調べてみるしかないわね。ありがとう、リリューボーイ。だとすれば、このボタンを止めたのも犯人だということになる。手袋をしたままこんなに小さなボタンを止めるのは容易じゃない。私の予想が正しければ、被害者の服についていたボタンですね。すぐに調べてみます。ちょっと待ってください。
これで透明人間の正体がつかめるといいのだけれど。君島博士、あった、ありましたよ。被害者の指紋と一致しない。これは右手親指の指紋です。グレイ、すぐに指紋を犯罪者リストと照合して。ええ、任せてください。事件のやり口からしてルーキーの殺しじゃありませんからね。必ず指紋のデータと一致するものがあるはずです。ええ、そうね。これでこの事件は終わり。死者は語り出す。さあ、事件の真相をまとめましょう。事件の被害者はデニス・テイラー、30歳。死体が発見された当初、被害者に殺される動機はなく、死因は自殺が疑われた。しかし被害者には隠されたもう一つの顔があったわ。それを裏付けるカードはこれね。そう、彼はバーで働く傍ら麻薬の密売に手を染めていたの。今回の事件は彼の扱う麻薬に起因している。それを示すカードが私の手元にある。そう、棚の後ろにあった隠し穴からは麻薬が忽然と消えていた。犯人は被害者の持つ麻薬を奪い、最初から彼を殺すつもりで部屋に侵入した。被害者の本当の死因もそれを物語っているわ。それはこのカードでわかる。そう、手首の損傷による失血死が疑われたけれど、実際の死因は他にあった。次に犯人は彼の自殺を演出するため遺体に偽装を施した。遺体の偽装を表すカードがこれね。そう、本来の死因を隠し別の死因を被害者の体に施した。次は部屋に隠された秘密。犯人はトリックを使って密室を作り上げ、部屋には被害者以外誰もいなかったかのように見せかけたの。そのトリックを示すのがこのカード。That's exactly。 これで疑う者は誰もいなくなるはずだと考えた。でも用心深い犯人はさらに手を打っていた。犯行時刻を誤認させることで自分に確実なアリバイを作り上げようとしたの。それをこのカードが示している。自分が被害者の部屋を訪れたのは火災の発生より3時間以上も前。確かに密室で火事が起これば誰もが犯行はその時刻に行われたと考えてしまうのは当然だわ。事件の偽装は完全。犯人は手袋を着用し、部屋には指紋一つ残っていない。でも犯人には一つだけ誤算があった。どれだけ注意深くても手袋を外さなければ成し得ない作業があったのよ。その決定的な証拠がこのカード。服のボタンは小さいわ。手袋をつけたまま止めることができなかったのね。どんな小さなボタンでも素手で触れれば指紋は残る。一部でも指紋が見つかれば犯罪者リストから犯人を割り出せるわ。でも被害者は驚いたでしょうね。商売相手だと思っていた人物がまさか自分を殺しに来るなんて。それが彼の最後の声。
めろ、てめえまさか。これが命の灯火が見せた事件のすべてよ。誰？すみません、驚かせてしまって。あなた、デニスの家にいた電気工ね。なぜここへ？ああ、午前中配電盤が行かれたって連絡をいただきまして、明日までに直さなければならないものですから。そう、それは大変ね。フリーズ。動かない方がいいわ。死体は見慣れている。怪我はないか？すまなかった。私が残っていれば。事件は解決しました。報告書は明日中にお届けします。報告書など遅れて構わん。ミラ、君はもう少し自分を大切にしなければ。永遠の命などこの世にありません。私がここで死んでもただ少し終わりが近づいただけのことですから。